鎌田大地がクラブ親善試合で初アシストを決めてしまう。クリスタルパレス FC 対チャールトンのクラブ親善試合が19日行われて、鎌田大地がパレス加入後初のアシストを早速決めてしまう。鎌田が早速アシストしたらしい。鎌田アシスト来た。鎌田選手、68分にシュート打ってるな。鎌田はボランチだな、やっぱ。90分フル出場、1アシスト、シャドウとボランチでプレイ、背番号20、走り方ですぐに鎌田ってわかる。現地の評価は結構分かれてる。鎌田と ESR のツーシャドウ、熱すぎて草。鎌田いきなりか。パレス追いつけてよかった。鎌田めちゃ楽しそうにやってた。はじめボランチで後半途中から1列上がって、コーナー蹴ったり積極的に攻撃仕掛けてたし、フランクフルト時代の鎌田みたいだった。今後もっと周りとゴー打ってくればかなり活躍期待できそう。鎌田前半はボランチで高評価、後半からシャドウでアシスト、後半は中盤が死んでたから鎌田含む前線は、ほとんど良い形でボールに触れず、中盤に下がって裁くシーン多めだった中、終了間際にアシスト。パレスは結構入れ替えしてたが、フル出場してたの鎌田さんだけかな？ちなみにこの試合は、1-1のドローで終了した模様。